共同作品というか、はい、イベントをさせていただきたいなと思うんですけれども。めっちゃ嬉しいですね。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、ノースビレッジの北里洋平です。今日はですね、緊急企画ということでですね、原宿のルイ・ヴィトンのポップアップ店に来ているんですけれども、先日のガクトさんのガクちゃんとのコラボに続き、今回はルイ・ヴィトンさんとですね、あるプロジェクトをね、一緒にやりたいなということで、その打ち合わせをですね、この中でするんですけれども、通常ルイ・ヴィトンさんでなかなか撮影許可おりません、 YouTube のなんですけど、ルイ・ヴィトンの方々はですね、私の本の悪あがきを読んでいただいてですね、今回まあ中での打ち合わせ含め、中での案内とかも含め、撮影の許可をいただくことができましたということで、行ってみたいと思います。ビジュアルになります。というのは私も初めて見るんで、一緒になってへーって感じなんですよ。いいタイミングでぐいぐい進んでもらって、これの10倍ぐらいあるんで。あ、これの10倍ぐらい。はい、これの10倍があるんで。ここから過去の製品のアーカイブに。代表的な方、ブラザっていう冒険家がいたんですけど、はい、彼もなんかこういうトランクだったり、寝ることができる、まあ、そのツールだったり、それをまあ起こして今オブジェノマドっていう作品に一つなってるものもあるんですけど、これ要はもう最強のノマドですよね。冒険先アマゾンの中でもこういうデスクワークができる。そうです、そうです。ルイ・ヴィトンがパリのお店の中に日本庭園を再現したいって言って作ったのがこのお庭なんです。全部日本から石のああいうこう、その日本からいろいろそう入れて、モノグラム柄自体が日本の感がインスピレーションを受けてるんで、はいはい、なので結構日本ジャパニーズカルチャーがもともと好きだったあの家系なので、結構ちょっとこれやめてほしかったですね。これに合わせてどうにかするべきでしたね、私ね。そのネタだけのためにこれ35万ぐらいかかったんですよ。なんで打ち合わせしてるとき、セルに来ちゃウケるな。突っ込まれますよ、完全。それだ、ここにあるのがブラザーのベッドです。冒険家ブラザーの。これ最近っぽいですね。そうです。持ち運べる LV の DNA っていう、私たちは結構言って代名詞として言ってるんですけど、今既存のオブジェノムナはその LV と若手のアーティストとのコラボレーションの作品なんですね。これショールなんですよ。ショールショールを貼ってるんです。ジェフ・クーンズっていうアメリカのアーティストとルイ・ヴィトンのトリプルネームのコラボ製品なんですけど、うん、ああそうなんですね、はい、パリの郊外のちょっと外れたところに、その中に置いてるモニュメントです。過去のルブタン、ルブタンのバッグの、ルブタンとコラボしたバッグと、中央が最近またリバイバルされたんですけど、カークボレイさん、はい、とカール・ラガーフェルドと、これが全部セレブレーティング・モノゴダムというシリーズで、ルイ・ヴィトン生誕160周年の時に製造された 1,2,3,4,5 型のバッグ、5、6か、6型ですね、ショルダーバッグ。あ、すごい、草間弥生もいる。そうですね。あと スティーブン・スプラウス、スプリーム、キム・ジョーンズとか、このカプシーヌ全部世界でシリアルついた唯一のカバンで、1個ずつ300個ぐらいしか作ってなくって、皆さん足を絶対止められる弥生シリーズ。過去のファッションショーの、私このチャップマン・ブラザーズの時すごい大好きで、
キム・ジョーンズとチャップマンがすごい仲良くて、ネメスとシュプリームまではキムですね。このジャケット買ってきます。欲しいんですか？今日ちょっと服間違えてきちゃった、ね、本当にね。これ買っていいですか？いやちょっとダメですどういうことこれかっけー、かっこいいね、魚竹さんっぽい、うん、これ買ってきます。これ何なんでしょうかね、ジャケットじゃないですかでっかいけどね。でも大竹さんがパリでショーだったで話題になったら多分こんなインパクトだったんだよね。あ、すごい。あ、だるまさんになりました。うささんに来てほしかったね。むしろあれ NV を探せっていう。誰ですか NV？ ノースビレッジの、あ、ノースビレッジちょっと辛い。あ、お手洗いは大丈夫ですか？大丈夫です。はい。したくなったら適当に漏らしますね。はい、わかりました。許可得られました。しないと思うじゃないですか。うんうんうん、不利じゃないです。北里様です。はい、どうぞお願いします。ここは、ご招待の方だけなんで、自転車でそれで305万円です。305万円、はい、うん、スーターとね、ヤガマと別売りですビビエンヌ の、 あのドールハウスです、はい、これは去年初お目見えで、え、これ子供が遊ぶよ。大人の方がでも受注されてるんで、お子さんに限らず、あとこれオブジェでもう使っていただく、これも500万ぐらいします。500万、これ高いでしょ。高いです。1000万ぐらい。ボンボカソファーです。さっきのところからこっち、もうここからはもう全部欲しければ買えるやつなんだ。欲しければ買えます。あ、なんだ、ちょっと気分変えないとね。あ、気分、ありがとうございます。欲しければ買っていただいて。今買えるものなら買ってみろって言いました欲しければ買っていただいて。これ男性に大人気です。これいいですね。あのスイングボートもお子さんとかこうお家の中でブランコ、今までは単色しかなかったんですけど、グラデーションになってるサマーコレクションの、でも1000万です。へー、すごいセットですね。できる。でも、この、はい。かわいい。あの、次にじゃあこちらをちょっと提案させていただきたいものがございまして。もうちょっと据え置かせていただきました。めっちゃ悪わけ置いてるじゃないですか。拝読させていただいたんですが、とても面白くスラスラって読めました。ありがとうございます。で、この度このトランクにこの悪あがきの、共同作品というか、はい、プリントをさせていただきたいなと思うんですけれども。めっちゃ嬉しいですね。ありがとう、よかったです。ありがとうございます。え、じゃあちょっとそれ後で打ち合わせを、はい、よろしくお願いします、嬉しいね。うちの専属ペインターのもとに、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします、はい。あれ、あんなとこにも本当ですね。あんなとこにも悪あがいてますね。あれ悪あがいてませんか。悪、ね、あがいてますよ、完全に。あらららら ら, ら, ら、ちょっとこれは共同プロジェクトが近づいてきてますね。ですね、間近に、楽しみです。はい、はい、ということで、先ほどあの、はい、展示ルームをご覧いただきありがとうございました、はい、いやその時にあの私からご提案させていただいた、はい、トランククラッチなんですけれども、はいはいはい、ここにですね、ありがとうございます。ルイ・ヴィトンのもともと誕生であるトランクを、はい、手のひらサイズに全ても DNA をこう組み込んだクラッチになってるんですけど、もう日本でも手に入ることがまあ難しいという製品で、今回もたまたま目に留めていただいたんですけど、はい、ここに北里様にはぜひこの出された私の拝読をさせていただいたんですけども、はい、著書の丸あがきの、はい、田中明夫先生が描かれた絵を、はい、ルイ・ヴィトンの、はいはい、専属のペインターがここに生き写して描き起こさせていただけたらなと思って、はいはい、そんなことできるんですか。できちゃうんです。それめっちゃ嬉しい、はい、コラボ的な。そうです ね、 ね、はい、それはなんかこっちでこういう風に乗せてほしいとかっていうのも、はい、全て叶えさせていただけます、はい、そしたらちょっとお時間いただいて、はい、うちのデザイナーが、まあ、多分事務所にいて
行ったの提案のありとかをすぐ1時間ぐらいもらえればデータで作れるので、それ印刷してきて誰に提案すればいいですか、はい、私ではなくって、はい、レヴィトンには、パリが認めた専属のペインターが日本にもいます、はい、で彼女というんですけども、とても再現力があって可愛い子なんで、可愛い子なんですか、可愛い子です、はい、あ、だからこれ渡されたんですよね、なんか触るときはこれを使ってください、はい、このご時世よろしくお願いします、あ、なるほど、わかりました、はい、じゃあ、何さんですか、さあさん、触るときはこれを使うということで、はい、はい、お願いいたします、はい、じゃあ急いでこの提案のパターンを、はい、引き続きお待ちしてます、はい、よろしくお願いします、お願いいたします、じゃあ待ってる間にわら書きの感想なんかを、すごいそのハードル高いですね、気がつけば読み終えてるっていう、はい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 、はい、すごいスラ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 頭の中でこうストーリー性がこう描けて、はい、まあ、内容にも驚き、同じ時間を過ごしてきたのに、はい、どんな人生歩んでらっしゃったのかって驚きました、いえいえ、ありがとうございます、いえいえ、そんな感じです、なるほど、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。すげえ楽しみ。ワールアガキルイビトンコラボ企画。これとこれがガッチャンコするとどうなるのか、交互期待。のこちら、ルイビトンの専属のペインターのジッパーと言います。そうです。普段は、はい、ペインター常駐しております。なるほど。ちなみに悪あがきは読んでいただけ、悪あがきは読んでいただけ、もちろんです、ありがとうございます。じゃあちょっとここから今から3ちょっとコンパクトに30分にまとめて感想をそれによって増刷がかかってるんで、特に北里様の第一印象とはあまり変わらなかったんですけど、会った時に伝わってきた、それってこのバカっていうことですかね、後ろにこのこのバカってことですかね、今この後で今よりね深く生きた経を知って、はい、はい、ありがとうございます。もし自分に子供ができた場合はその子に読ませるか読ませないかで言うと、読ませます、あ、完全に言わせてます、ね、完全に台本通りです、ありがとうございます。で、でですね、こんなパターンをちょっとダメ元でこういうあれでなんですけど、何パターンか作ったんですけど、じゃあこれでいきましょう、決まりました、うん、これが、近日、うん、来週ぐらいには出来上がるそうなので、おおおおおおよよおよよ、そうです、それはね、およよ、その時ね、また重要しくまた動画でできたいと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、ありがとうございます。いやー、うわ、こっちも完全パチモンになってます。これは無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング。わがまま純度 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに。中学生にして南米一のサッカーチームの選手一人ずつに飛び挑戦状を叩きつけ、スター選手たちとガチ対決。伝説の人を地元へとヒッチハイクと自転車で放浪の旅に出たい。落ち込め高校時代5割の集中力を使い、半年で全国上位の成績アンド受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンドを突っ走るが、ちょっと待って、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく、かっこ悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。今期国立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びの仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。私と漫画が融合したストーリー仕立ての新感覚自己啓発書、北里陽平著、悪あがき重版決定。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.